はい、皆さんこんにちは。新加瀬大衆のなりそこないです。今回は5日間の無料講座プレリリースしますので、その内容についてお話しします。旧カリキュラムと今回の5日間の無料講座の違いというのは大きく分けて2つありまして、1つ目っていうのは、前回は1時間ぐらい1時間以上の動画が多かったんですが、今回は30分前後にまとめました。っていうと内容が薄っぺらになったんじゃないかって思う方もいるかもしれないですけど、そんなことなくて、前回100としたら今回の内容だいたい300から500ぐらい、まあ相当適当な言い方しちゃいましたけど、とにかく内容が前回よりも濃いっていうことですね。で、何が濃いのかっていうことなんですが、それが2つ目のポイントにも関係してきます。前回は相乗りではなくって新規出品を行うのがメインにもかかわらず、ちょっと相乗りっぽい内容を話してしまっていたんですね。それが語弊を生む結果となってしまったんで、今回新しい講座 2.0 っていうのを作ったんですけども、相乗りってことは同じ商品同商品っていうのを見ましょうねっていう、基本的にはカリキュラムにしてたんですよ。同じ商品を中国とアメリカで探しましょうねっていうことを話してしまっていたんですが、今回は完全に実際のコンサルティング同様、新規出品をするっていう前提の商品リサーチをしていただくという話をカリキュラム、こちらの 2.0 の動画の中で話してます。具体的には類似商品っていうものを探すと。要するに同じ商品探しをする必要はないので、類似商品を探しましょうね、中国とアメリカでっていう話をしています。結果的に有料のコンサルティングと内容的には本当遜色ないような内容っていうのをギュッと濃縮して絞り込んだこの講座、5日間の無料講座 2.0。 さて、プレリリースって誰にっていう話なんですが、まずは生徒さんです。今回動画を作成して、でメルマガの文章も作成して、ステップメールの配信だとかウェブサイトの改善だとかいろいろ行ったんで、もうすでに皆さんにお渡しできる、もうこの瞬間でもお渡しできる状況にはあるんですけども、万が一配信でなんか問題があったりだとか誤字脱字みたいなものがあったら、こっそりと教えてください。チャットワークでそこだけよろしくお願いします。で、生徒さん専用のお知らせ用の掲示板、私が最近作った掲示板でお伝えします、リリースしますので、ぜひ登録していただきたいんですね。今回の5日間の無料講座って、もちろん海外物販って何ぞやっていう方が受けることを目的に、主な目的にはしているものの、同時に私の生徒さんになってくださっている方、サポート期間中の方であろうが、サポート期間がもう当の昔に終わった方であろうが、とにかく私が一回海外物販を教えさせていただいた方の復習向けにも作り上げたんですね。予習もできるし復習もできるっていう内容を構築していますから、そういった意味でも最近また海外物販からちょっと離れちゃって、また本格的に再開したいなんていう場合は、ぜひこの5日間の無料講座から受けていただければなと思います。というわけで、今回は5日間の無料講座プレリリースしますという話で、まずは生徒さんにプレリリースして、その後この動画を、公開動画をご覧いただいているチャンネル登録者の方だとか、あとはたまたまこの動画をご覧くださって、海外物販ってなんだろうな、なんか興味あるなって思った方にも、その後はもちろん無料で公開します。無料講座ですからね、無料で公開しますので、ぜひお楽しみにしていただければなと思います。とにもかくにも新規出品、とにもかくにも類似商品探し、これを行えばいいんですけど、じゃあそれ実際類似商品の定義って何なのっていうところもよくわかんないと思うんですね。で、そういったところもしっかりと明文化して、類似商品の定義とはこれとこれとこれとこれですってはっきり申し上げてます。だからこの動画を受けていただくことによって、海外物販だけじゃなくて物販をやる際の予習にもなると思います。まずは本当お試しでやってみるっていう感覚で、もしくは生徒さんであれば復習としておさらいしてみるっていう感覚でご受講いただくのをお勧めしてます。というわけで、最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。